稼ぐ方法を教えていただいて、インスタグラムの場合、SNS の場合ですね、あと YouTube の場合、ブログの場合ということなんですけれども、アフィリエイトで稼ぐなら、この中で言うと、YouTube とブログですね、SNS、インスタのような SNS っていうのは、やっぱり、まあ、インフルエンサーっていう形で企業案件もらって、企業からのまとまったお金で、まあ、その自分のものが売れなくても、まあ、ある意味その、決まった、企業案件の大きな給料がもらえるっていうインフルエンサーだったらいいんですけども、普通の人がですね、インスタとかでですね、YouTube、SNS で、何か販売していく、アフィリするっていうのはなかなか大変だと思います。で、YouTube、ブログの場合何がいいかっていうと、SEO 検索が使えるんですよね。YouTube は特にですね、Google の傘下ですので、Google がすごく優遇するんですよね、YouTube を。なので、例えば僕もいつも教えてるように、動画を上げたら1分でもう Google 検索1位に来たりします。アフィリで稼ぐ方法を